ニジニノブゴロドクレムリンは歴史的な市内中心部であるニジニノブゴロドの要塞。2021年のクリスマスのイルミネーションで飾られたクレムリンのドミトリエフスカヤタワー地図木製の砦を石のクレムリンに置き換える最初の試みは1374年に記録されたが建設はドミトロフスカヤ塔として知られる単一の塔に限定されていた。イヴァン三世の統治下で ニジニノブゴロドは警備都市の役割を果たし常設の中屯地を持っていた。それは火山の火山に対するモスクワの行動のために軍隊を集めるための場所として役立った。町の防衛を強化するために壁の建設工事が再開された。ニジニノブゴロドの石クレムリンの建設は1500年に岩のフスカヤタワーの建設から始まった。 主な作業は1508年に始まり、1515 15年までに壮大な建物が完成した。古い要塞を形成していた多くの壁は1513年に大火事で破壊された。2キロメートルの壁は13の塔で補強された。このストーンシティには頑丈な砲兵器を備えた常設の駐屯地があった。火山の崩壊により、 ニジにのぶゴロド・クレムリンはその軍事的重要性を失い、後に死と州当局を収容した。第二次世界大戦中、シークレットタワー、ノーザンタワー、クロックタワーの屋根が解体され、上部のプラットフォームに対空機関銃が設置された。ドイツ空軍はカナビンスキー橋、ニジにのぶゴロドの定期死を爆撃したが、クレムリンの防空はこれらの物体を防御した。 ソビエトロシアの閣僚評議会は、1949年1月30日に、ニジニノブゴロドクレムリンの修復を命じた。2018年10月、考古学者は、破壊された聖シメオン協会の跡地に、中世の集落と墓地の遺跡を発見した。発見物は13世紀に属し、ニジニノブゴロドが設立された1221年までの最も古い文化層であった。 すべての発掘が終わった後、展示品はミューズ化され、聖シメオン教会がこの場所に再現された。次の13の塔が生き残っている。半時計回り、ニジニノブゴロドクレムリンの塔、ニジニノブゴロドクレムリンを示すロシアの普通切手のシート。ゲオルゲーフスカヤタワー、ボリソグレブスカヤタワー、グレブスカヤ、コンセプションタワー、ベラヤタワー、イワノフスカヤタワー。 チャソバヤタワー、セベルナヤタワー、セベルナヤタイニツカヤタワー、コロミスロバタワー、ニコリスカヤタワー、ニコリスカヤ、クラドバヤタワー、ドミトリエフスカヤタワー、パウダータワー。クレムリンで現存する最古の建物で、大聖堂には、クジマミーニンの墓がある。1828年、クジマミーニンとドミトリー・ポジャースキーに敬意を表して、オベリスクが大天使大聖堂の前に建設された。 軍事知事の家は1837年から1841年に建てられた。現在は美術館となっている。アーセナルは1840年から1843年にニコライ一世の支持で建てられた。1931年に変容大聖堂はソビエトの家に置き換えられ、その建物は現在市議会の建物となっている。 永遠の炎1965年第二次世界大戦で亡くなったニジニのブゴロド市民を称える記念館がミーニントポジャルスキーのオベリスクの近くに作られた。これには永遠の炎が含まれていた。ありがとうございます。